ドアコック、ドアコックは、鉄道車両やバスなどの自動ドアを手動で開けるために、装備されている機器。非常、ドアコック、D コックとも呼ばれている。鉄道、バス車両において、自動ドアを装備する車両には必ず設置されている。自動ドアの開閉には、空気圧、または電気を使用している。通常の状態では、人力で押し開けることは困難であるが、ドアコック。 またはスイッチは、この開閉用機構、ドアエンジンの空気や電気回路を開放することで、人力でのドア開閉を可能とする装備である。緊急時には、非常用にドアコックを操作することにより、車内、車外からドアを手で開けることが可能となり、避難、脱出の一助となる。その他、挟み込まれた際にドアコックを操作して、開閉回路を開放することにより、 圧縮空気及び電気動力をカットして救出する場合にも使われる。各車両の乗降用扉脇の座席下や扉上部に設置されており、丸印に三角マークが記され、座席下のドアコックがある穴については赤枠で囲まれている。また、車タングや乗務員室には当該車両のすべての扉に対して有効なドアコックが装備されている。また、 車外にも非常用ドアコックが設置されており、設置場所には三角マークが記されている。緊急用の設備であるため、非常時以外に使用すると、鉄道営業法、新幹線の場合は、新幹線特例法により罰せられる。なお、過去にも乗客が列車走行中に非常用ドアコックを操作し、列車から飛び降りたり、列車を止めて威力業務妨害罪で逮捕されるケースも、 発生している。最近、JR の東海道、山陽新幹線では、列車の速度が、時速時速 5km 以上となると、非常用ドアコックをロックする機能を追加し、走行中のいたずらなどを不可能としている。また、N700K 及び E3K2000 番台では、車内出入口付近を防犯カメラで監視している。また、列車がオーバーランしたなどで停車中に、 非常用ドアコックを操作して、ホーム上に降りることも遅延行為つながる。鉄道車両難年化基準においては、ドアコックについても言及されており、旅客が操作するものについては、操作要領及びむやみに車外に出ないよう表記することが定められている。乗務員が操作するものには、操作要領表記の義務はない。ただし、架空線式、パンタグラフ終電以外の車両、 地下鉄車両には、この表示をしてはならないことになっている。一万一車外へ降りた場合、第三機場等の送電部に触れ関連事故に至る、危険があるためである。このため、避難出口確保のため地下鉄車両及び、相互乗り入れ車両は必ず全面貫通扉が備えられている。また、地下鉄線に直通する車両の場合は、地下鉄線内では、 絶対にハンドルを引かないでくださいと表示されており、新幹線車両の場合は、非常時以外に理由なく扱うと法律により、バスせられます表示されている。前車については、原則として、前後面貫通扉から脱出することが定められており、校舎については走行中のいたずらによる運行妨害が相次いだためである。1951年。 昭和26年4月24日に起きた桜木町国殿下祭事故で桜木町駅の駅員がドアコックの位置を知らなかったため扉を外部から手で開けることもできず大惨事となる一員を作ってしまった。その後一般の乗客が非常時にドアを開けられるようにした非常用ドアコックが広く導入される運びとなったのだがこのドアコックを導入したことによる弊害も大きかった。 1962年、昭和37年5月3日に、常磐線三河島駅構内で起きた三河島事故が、その大きな例である。最初に、貨物列車と電車が衝突した後、多くの電車の乗客が先日の桜木町事故の教訓を生かして整備れたドアコックを使って列車外に避難した。その方への行きの電車が構内に侵入し、 線路上に降りていた乗客を巻き込んだことにより多くの死者を出した。この二つの事故は国鉄戦後後大事故として現在まで語り継がれている。駅において列車のすべてのドアを開けないドアカットを実施している場合にその車両に開けるドアを選択する装置が設置されていない時は係員がドアコックを操作して手動でドアを開けるということが行われることがある。 例えば、箱根登山鉄道の風祭り駅ではホームが短いため、現在はホームが延長されたため扱っていない。また、ホームライナーや、京急ウィング号では、改札係を配置し、乗降を取り扱うドアを限定するが、扱いする車両を選択できない車両を使用するため、蒸気操作を行う。また、吉岡海底駅、タッピ海底駅では、青函トンネルの海底駅見学客しか乗降が、 許されない上、ホームの構造上乗降できる車両が限られていたため、かつては見学者専用の車両のみ非常用ドアコックを使用してドアの開閉を行っていた。なお、他にも各種車両基地イベント時に乗務員用通路から降ろす時に使用することがある。通常、バスの非常口は乗降用扉の内側に設けられており、日本のバスでは右側後部か中央、あるいは 背面、車体後面に設置される、ボンネットバスと2階建てバスは背面についているものがいい。バスの非常口の開閉には、空気や電気は使われておらず、鉄道車両のドアコックのように見える、赤いカバーに収まるレバーは、非常口の鍵を外すインナードアハンドルであり、コックの機能はない。アウタードアハンドルは、非常口の外側、車外の脱落式の小窓、 クラッカーアップレートの一種の中にある。鉄道車両と同様のドアコックは、乗降用の自動ドアのドアエンジン付近にある。非常の際に、車内のコックやスイッチを操作することで、空気、または電気の回路を遮断し、ドアを手で開けることができる。全ドアのコック、またはスイッチには、車内のほか、車外からの操作を可能とした鍵付きの小扉。 乗用車の給油口扉イコールがスリットにニルがあり、乗務員が車両を離れる、または乗り込む際、ドアエンジンを使って扉を開閉する場合に使われる。日本の法規上は、幼稚園バスを含め定員10名以上のバスは、外部より非常口、バックドア、乗降口のいずれかを外部より開場し開けることができる構造としなければならない。このためのドアコックは、破壊式カバーや、 赤レバーとなっている例が多いが、一部の輸入車両では、ドア脇の目立つ位置に設置されている車種もある。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。